はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、登録免許税の2回目ですね、税率とあと住宅家屋の軽減税率について解説いたします。で、登録免許税の税率っていうのは登記の原因によって異なってくるんですね。登記の原因っていうのは、例えば売買契約をして、でその後所有権の移転登記をするとなってきた場合、この売買契約、売買というのが登記の原因なんですね。また相続によって所有権移転登記するっていうのであれば、相続が登記原因になってきます。まあ、そういった感じで登記の原因というものがあって、それに基づいて登記をすると、まあ、いった流れなんですね。で、この登記の原因によって登録免許税の税率は変わってくるんだよと、まあ、いう話です。で、ちょっと一例ですね。一例としてここに1、2、3、大きく分けて3つ出しました。1つ目が所有権保存登記ですね。これっていうのは、建物を新築して、で初めて権利に関する登記を行う場合、この場合が所有権保存登記ですね。まあ、初めに表題登記を行うんですけれども、まあ、表示に関する登記ですね。これを行って、その後所有権保存登記を行います。この場合、原則登録免許税の税率っていうのは1000分の4なんですよ。つまりこれ 0.4% ということです。で、これについては後でお伝えをする軽減税率の適用要件、これを満たすと、これが軽減されて1000分の 1.5 になるんですね。つまり 0.15% になるということです。あとは所有権移転登記、これっていうのは所有権移転登記の原因っていうのが売買だったり競売によって所有権移転登記をするんだというのであれば、原則は1000分の20、つまり税率はこれ 2% ということなんですね。ただこれも軽減税率を適用すると1000分の3、 0.3% になります。 2% から 0.3% に税率が下がりますよということですね。で、注意をしていただきたいのが、贈与によって所有権移転登記をする場合、この場合っていうのは原則の税率が1000分の20、 2% ってことなんですけれども、これ軽減税率ありません。なので、もうこの 2% が適用されるということですね。で、最後に抵当権の設定登記、これについては原則1000分の4、つまり 0.4% なんですけれども、これも軽減税率適用要件満たすと1000分の1、つまり 0.1% まで下がるということなんですね。で、ここで一つ注意していただきたいのが、前回の動画で登録免許税の課税標準についてお話したんですけども、そこでは固定資産課税台帳に登録されている価格、これが登録免許税の課税標準ってお伝えしたんですけども、今回で言うと、この所有権の保存登記とか所有権移転登記、これについては固定資産課税台帳に登録されている価格が課税標準なんですけれども、抵当権の設定については、これは少し異なって、課税標準は債権額になります。例えば銀行から5000万円を借りて、で新築のマイホーム建てたというのであれば、5000万円が債権額ですよね。なので、5000万円に対して、まあ、軽減税率使えるのであれば 0.1%。これが税率になってくるんだということになります。なので、抵当権の設定登記については課税標準異なるんだ。課税標準は債権額になるんだというところを頭に入れておいてください。で、この軽減税率、どういった場合に適用できるのか、4つ書きました。これ、すべてできれば頭に入れてください。まず、自己の居住用、つまり自分が住むための建物じゃないとダメなんですね。親族が住むためとかっていった場合はこれダメです。で、2つ目、家屋の床面積が50平米以上、つまり、まあ、ちっちゃな建物だとダメなんですよね。30平米の、1DK とか、まあ、そういったものだとダメですよっていう話です。で、3つ目、新築または取得後1年以内に登記をしてくださいねということですね。つまり、新築してから1年を超えてしまったり、また取得してから、売買によって取得してから1年経過してから登記をするといった場合は、
この軽減税率適用されませんので注意をしましょう。で、最後に一定の耐震基準を満たすということですね。これすべて頭に入れておきましょう。で、この一番上にかかってくるんですけれども、法人はこれ適用されないんですね。法人が取得する、法人が新築するといった場合は、これ自己の居住用って、まあ、ありえないわけですよ。法人が住むってことは、まあ、ありえないわけですよね。まあ、法人が、まあ、事務所として使うみたいな感じになると思うんですけども、その場合はこれ適用されないということです。また法人が社宅として建物を建てるといった場合もこれダメですね。使えません。また土地についてもこの軽減税率は適用されません。住宅家屋と書いてある通り、これ建物なんですよ。建物に関する軽減税率の話なので、土地については軽減税率適用されません。この点も頭に入れておきましょう。まあ、以上が住宅価格の軽減税率の話です。で、この細かい税率、これはできれば頭に入れるぐらいで大丈夫です。重要なポイントはこのあたりですね。この軽減税率の適用要件、また抵当権設定等級については課税標準が再建額になるんだ。ここはですね、ぜひ頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。